皆さんこんにちは。今回はずっしりした噛み応えのある、パンオフィグを作ります。まずはいつも通り生地練りから始めます。今回の生地の硬さは少し硬めです。練り時間は短く5分です。練り上がったら1次発酵です。30度で85分発酵させてください。1次発酵が終わったら強力粉を振ったパンマットに生地を取り出します。生地を取り出したら軽く丸め直します。生地を成形できたらベンチタイムで10分休ませます。ベンチタイムが終わったら生地を広げてください。生地を伸ばしたらくるみとイチジクを乗せて巻き込みます。生地を巻いたら2つに切り分けます。切り分けたら2次発酵です。30度で40分発酵させてください。2次発酵が終わったら表面に霧吹きで水を吹きかけてから焼成です。210度で20分焼いたら完成です。